よろしくお願いします。みんなで力を合わせて盛り上げたいなと思います。頑張るぞ。なんか本当にみんなの勢いに負けないように僕たちもやらなきゃいけないなと思いますし、なんかみんなから元気をもらうだけじゃなくて、僕たちもできるだけ何かあげれるもの、夢だったり元気だったり、まあ、何かしら伝えられるようなライブにしたいなって思います。ジュノビー、ヨタタテーマーダイ。伝えたいことがあります。アジアツアーの詳細が決まりました。もう決まっちゃうよ。そしてそしてもう一つサプライズ。サプライズ、なんだなんだ、こちらをご覧ください。どうぞ。何を、はい、余裕があったわけではなかったね。メンバーもなかなか揃わなかったよね。そうそう、だから、まあ、最初この、 セカンドアリーナツアーがどうなるのかっていうのが全然僕想像つかなくて、なんか本当に最後の最後まで、どうやったらお客さんを楽しませるし、言ってくれたジャムをどこでどうやって盛り上げたらっていうのをめっちゃ考えてたんですけど、でもいざ終わってみたら本当に楽しくて、会場でもたくさんの皆さんの笑顔、幸せそうな顔を見れたので、まあ、自分のやるべきことというか、はできたかなと思いますし、どうですか。だから、ね、僕が思うのは、やっぱりその初日を迎えて、で今日2公演やったんですけど、やっぱそのやるごとに、どん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 みんな、いいライブに仕上がってる、本番でどん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 こう合わせようとする感覚があるから。これはこれですごいいい経験でした。うん、でも今後またこういう機会が増えたらなと思いました。本当になんかイヤモニつけてるか分かんないけど、いざ外してトークしたらめちゃくちゃ面白いし、掛け声もね。うん、ありがとうございます。ということで東京3公演ですか。はい。無事に終われてありがとうございました。ありがとうございます。まだまだ。次は愛知ですよね。愛知ですね。うん、はい。愛知待ってろよ。じゃね。で、圭吾君と翔也君の地元ということで楽しみですね。なんか名古屋この辺に来たのは初めて。3枚せーの、思い切り合って、はい、名古屋の人久々会うんで思いを伝えていきましょう。はい、いきます。 GOE ダバダこんにちは。おお、いいね、いいね。ただいま愛知。僕が主演を務める映画、夜が明けたら一番に君に会える、髪は似てるよ明日公開ということで、はい、どうですか。これね、うん、見に行きました。はい、見に行きます明日、
に行きますよ。すごい純度 100% のエモーショナルで色鮮やかなラブストーリー。なるほどね。歌詞やもん。歌詞やもん。これね、いいですよね、このパンフレットいいですよね。これいいですよ、エモいですよ。君と見上げるその。待っててね。俺、純喜のこと大好き。Yeah.